はい、どうも、こんばんは、ゆいです。ですね、DLC が配信されたんですよ。今回、ハロウィンの DLC が配信されました。みんなコスプレしてます。バネッサちゃんに関しては多分、ワンダーウーマンの格好かな的な格好をしていますと。なんか映画とかにちなんだ格好になってるらしいですね。で、デボラちゃんに関しては、バニースーツ。これピンクの方がいいな。あれ変わってなくね？はい、ピンクになると。ウサギとかね。あと、ティファニーちゃんに関しては、悪魔、デビルですね。デビルなのか、サキュバスなのか、よくわかりません。インキュバスかもしれない。はい。ケニーさん。ケニーさんはポリス。なんで短パンなんでしょうね。わからない。これも多分映画のコスチュームだと思います。さて次、ジェニー・マイヤーズ。これは、アリスかな？不思議な国のアリスかもしれません。はい、次。チャードさん。チャードさんは忍者ですね。これもなんかの映画のやつだね。さて、この人、スケルトンです。スケルトンなのはいいんですが、なんでスケルトンなの？まあ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 。体のラインが出てていいんじゃないでしょうか。はい、次。君は、メロスか？これは何の格好だろうね。まあそんな格好してます。で、皆さん、ご希望のエリックなんですが、これはコスプレというより水着なんじゃないかと思うぐらいの、露出度ですね。しかも猫背。こいつ元から猫背か。すごい猫背だな、お前。このように、エリックの、なんだろう、半ばプロレスみたいな、半ば水着みたいなコスプレ格好が追加された。ので、アダム君に関しては、ランボーみたいな、コマンドみたいな感じのコスプレスーツが追加されました。あと新キャラに関しては一個も追加はされてません。はい、それではやっていきましょう。はい、それではやっていきましょう。ヒギンズヘブンです。あれ、俺何使ってたっけ？はい、多分エリックです。はい、エリックだと思います。はい。さあ、それではエリックでやっていきましょう。エリックだよね。多分エリックのはず。うん。あっとっとっと、幽霊が来た。幽霊が来た。幽霊が来ましたけど。あ、エリックですね。エリックを使ってやっていきたいと思います。今回のエリックはなんとですよ。プロレスラーの格好をしております。はい。うん。プロレスラーの格好してるんだけど、格好してるんですけどね。表示されませんね。ああ、来た来た来た。ほら、見ろ。俺の姿を見ろ、みたいなね。よくそれで露出高いな。エリックさん、露出高くないですか？ちょっとこれは。よくそれで、兄弟じゃないか、お前。お、鍵ゲットしたぞ。兄弟。あれ、兄弟は？兄弟どこ行った？兄弟。おい、兄弟。お、開けっぱなしかよ。兄弟。待ってくれ、兄弟。ホールドが確か変わったんだよね。見てください、この脂肪。だらしねえな。いや、よくこの格好やれると思ったな。ガソリン持ってるな。うん、悪くない。ガソリン持ってるエリックさんがいますね。じゃあ俺はバッテリー持つエリックさんになりましょうか。いや、まさかの虎柄。しかも、これさ、虎柄ということは、チャドとエリックの共演、虎柄の共演ができるんだよね。これは期待大ですよ。まあ、正直忍者のコスプレあるけども。それよりは、エリックのコスプレと合わせたチャドの水着のコスプレじゃないか。水着の方がいいんじゃないかなと、個人的には思う。うん。虎柄コンビがこれで結成されるわけだ。ツーシーターに、ガソリンが入ってる。
まあ、トミー呼びますか。残念ながらね、トミーはエモートも、コスチュームも全くないかわいそうな子なんでね。呼んであげましょう。そういうかわいそうな子なんですが、まあ一応強化されたので、呼んでみましょう。まあ、トミーが強化された ことによって、かなりジェイソンを倒せやすくはなったので、あとで、ね、新キャラクターホックス、あいつが結構ストレングス高いから、セーターも切れてね、仮面も剥がせるキャラってなかなかいなかったんで、正直強いっちゃ強いんですよ。と思ったらバッテリー発見した。エリックバット持ってるから、これもういけるでしょ。行こうぜ、エリック。エリック行くぞ。任せろ。俺に任せろ。この虎柄レスラーエリック様に任せたまえ。よし、行くぞ。直してやるからな。安心しろよ。その前に、ちょっとバット。俺バットだけ取らせてくれ。バットだけ取らせてほしいんだ。バットだけ取らせてくれ。頼む。いかにこの強靭的な肉体を持ってしても、このプロレスラーの格好を持ってしても、武器がないのはちょっと厳しいんだ。あ、エリックちゃんどこ行くの？俺、鍵持ってますよ。鍵持ってるんですけど、エリック、一緒に脱出しようぜ。最弱と言われる、汚名を返上しようぜ。ん？汚名返上？ん？汚名返上だよね。汚名挽回とか言っちゃう時あるからね、たまに。よし、戻ってきたな。乗るんだ。一緒に脱出しよう、兄弟。行くぞ。と思ったら来てた。来てますね。どうしようか。ちょっとラグいけれども、頑張りますと。頑張らせていただきますよ。ここの間を、あらま。大丈夫大丈夫。慌てる時間じゃない。まだ慌てる時間じゃないんだよね。残念でした。よし、これでシフトもマップも毛布も結構使われたので脱出しましょう。よし、いいぞいいぞいいぞ。落ち着こう。ちょっと危なかったけど。ちょっと危なかったけど、このエリック、プロレスラーになったエリック様なら大丈夫だ。問題はない。問題はないんだ。エリック二人で脱出しようぜ。兄弟。俺とお前は二人で一つだ。普通のエリックだけどね、君。DLC に何も持ってないのかな。はい。プロレスラーでも脱出はできます。あなた生存しましたね。埋まった！トミー埋まっちゃった！トミー埋まっちゃったぞ。足だけになってしまった。トミー、生き埋め事件、発生しましたね。はい。結局ね、エリック兄弟しか脱出できませんでした。はい。はい、それではやっていきましょう。ヒギンズヘブンですね。今回はバネッサちゃんを使ってやっていきたいと思います。スーパー、あれ？なんだっけ？ワンダーウーマンの格好をしてますので、使ってやっていきます。まあ、今年ね、ワンダーウーマンが公開されたので、使っていきたいと思うんですが、このワンダーウーマンのように、バネッサちゃんは怪力があるわけでもなく、シールドも盾も、じゃあ、シールド盾一緒だな。盾と剣も持ってないし、あ、今マチェット持ってるけど、まあ、超能力空を飛べるということもできないので、リングを、なんだろう、叩いて、超音波出すということもできはしないので、まあ、つまりジェイソンは倒せないということなんですが、頑張って逃げていきたいと思います。逃げるくらいだったら、じゃあ、このバネッサにもできるからね。おっと！コスプレだ。ティファニーちゃん、いいね、その格好。
踊ろう踊ろう。一緒に踊ろうぜ。いや、いいね、いいね。その格好、小悪魔、小悪魔。黒にしてるのもなかなかいけるな。なかなかいいですね。いいセンスだ。いいセンスだな。踊ろうよ。踊ってくれないの。あ、来た来た来た。泣いたら来てくれた。踊ろう、踊ろう。あ、踊ってくれた。イエーイ、踊ろうぜ。いや、優しいな、この人。泣きついたら踊ってくれた。ありがとう。行きましょう。遊んでる場合じゃないんでね。行きましょう、行きましょう。いや、このティファニーちゃん、マジ優しいな。泣いたら、あ、どうしたのって感じで。踊ったら、踊ってくれました。すごいいい方ですね。しかも DLC もつけてくれるし、いいやつだ。君のことは一生忘れない。あ、バッテリーゲットした。これバッテリーを捨てておくと場所が表示されます。なので、カウンセラーの人は一度手に持つことが重要だと、ポケットナイフ、ポケットナイフ。個人的に思ってます。はい。あ、持っていくのもいいんだけど、ヒューズがあそこにある。まあ、あとは、まあ、バッテリーここにあるというのは示されてるので、ガソリンがあればいける程度かな。うん。まあ、ワンダーウーマンだけど。ワンダーウーマンのような格好はしてるけど。お、ティファニーちゃん第2号だ。レッドバージョン。レッドバージョンとブラックバージョン。いる感じ?これ。そういう感じですかね。これみんなでダンスするタイムじゃないですか?ダンシングタイムじゃないですか?ヒューズがあるんだよね。落ちてるんだよね。うん。ってことは近くの家がヒューズだったりするわけかな?わかんないけど。とりあえずポケットナイフが2つ目ゲットしましたね。非常にありがたいんですが。ガソリンがないと。トミー・ジャービスも呼ばれてない。あらららら。あ、電気消されてるのか。修理するか。電気回路を直さないと、直らないので、ん?ガソリンがあったのか?そうではないのか。バットがある。ここヒューズのお家か。ちょっと待って。ちょっと待ってくれ。これはヒューズを直していけばいいんじゃないか?一個だけ?よし、一個だけか。今外すぞ。いや、これ修理キャラクター来てほしいな。まあ、いっか。俺直してみるわ。バネッサよりは、まだ、ティファニーよりは、修理スキルあるはず。ああ、やばい。吸った。大丈夫か?ジェイソン来るかな?オッケー、直した。直したけれども、ジェイソン来るかな。やばい、ミスったミスった。あー、間違えた間違えた。あははは、間違えすぎ。ナイスナイス連携だな、これ。よし、オッケー、完璧。ナイス、ティファニー連携最高かよ。逃げろー。ジェイソン来たぞ。掴まれるな、この距離。逃げろ、逃げろ、逃げろ。嘘嘘嘘嘘。マジかよ。すまんな。ティファニーすまない。君のことはすごい助けたかったんだが。どうやら無理だったようだ。
こう、トミーだけ呼んでおこう。あのティファニーがトミーになってくれることを祈ろう、祈ろう。てか今回のマッチングのティファニーちゃんすごいいい人ばっかだな。さあ助けてもらおうか。よし、助けてもらった。助けてもらったじゃない。トミー呼んだ。超強化されたトミーを呼びましたんで、おそらくいけるかな。多分大丈夫かな。で、ティファニーの、なんか武器は特にない、ないな。じゃあ、フレアガンだけ取っておいて。お、さっきの子がティファニーになったのかな？あ、じゃあ、トミーになったのかな？トミー、さっきはありがとう。助かったよ。一緒に行こうぜ。一緒に脱出しよう。脱出しましょう。このワンダーウーマン、ヒーローに目覚めたバネッサちゃんに任せなさい。と言いたいところなんですが、そんな怪力とかないんで、怪力とか持ってないんで、ほんと、トミーさんお願いします。お願いしますよ。あ！あららららら。ら、この人さっきの踊ってくれた人じゃん。一緒に逃げよう。ぜひとも逃げましょう。逃げるぞー。追っかけてくるか？普通に後ろに来る。来てるだけ。来てるだけか。どうするティファニー。この落ちこもるか？この落ちこもるか？よし、オッケー。味方が入った。俺も入る。こういう時は踊るに限るんじゃないか？踊ろう。あれ？あのバグ治ったのか。踊りながら銃の照準を合わせることができたんですけど、それができなくなったようですね。危ない危ない危ない。危ないよ危ないよ危ないよ。危ない危ない。スーパーヒーローはここでやられる球じゃねえんだ。スーパーヒーローにこのバネッサちゃんはなるんだから。このバネッサちゃんはなるんだよ。まだ大丈夫。まだ大丈夫。ポケットナイフあと一つあるから。まだいけるぜ。よいしょ。バッテリー入ってんのか。てか、なんで墓行ってんだ？ジェイソンどこ行った？ジェイソンどこ行ったんだろう。ストーク使っただけ？ちょっとね、とりあえず、あと1分で警察が来るので、そっち行きますか。あそこにいるのか。なるほど。てか、左上のお二人は何してるんだろう。あと44秒なんだよね。あと44秒なんだけど、割といけそうなんだけど、まだいかんせんいけてないと。よし、DJ で気をそらそう。ジェイソンの気をそらしますよ。どうしよっかな。まあ、味方が多い方を選ぼう。この人たち何してんだろう。クンバイヤーマイロード、クンバイヤー。何してんの？何してんの？どうしたどうしたどうした。クンバイヤー歌ってんだ。お前歌うまいな。この人歌うまいな。あ、なんか歌ってたんですけど、兄弟が歌ってたぞ。よし、これもう行こうぜ。行こうぜ、行こうぜ。ゴー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 。行こう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 。What's going on over here? お、みんないる、みんないる。Hey, what's going on over here? みんな。あ、大丈夫ですか？俺は踊ってるよ。小刻みに踊りまーす。
うさぎちゃんがいるのがな、面白いな。あ、掴まれてんじゃん、掴まれてんじゃん。おー、ナイスナイス。行こう行こう。行くぞもう。行くぞ。遊んでないで行くぞ。あー、ポケットナイフ持ってんのね。なるほど。それならいいけどさ。行くよ、早く。ちょ、何回やられるんだよ。それさすがに、あ、ポケットナイフまだ持ってんのね。さすがにもう行かないよね。逃げるでしょ？よし、逃げよう。さようなら。ハッピー、ハッピーが、ハッピーが置いてかれてる。大丈夫ですか？これ。みんな生存できたのかな？ Fight me! No, just leave. 戦いたいの？ Fight me, I wanna hit. Fight me! No, dude, just leave, seriously. Yes! Why yes! didn't you just leave? Finally!、Now? I wanted to die!なんだ救急スプレー3個持ってたの？あ、だから戦いたかったのか。なるほどね。Yes, I'm a Christian. He's now my best friend on Tinder. Mommy is proud of you. さあ、生存できました。じゃあ今日はこの辺で終わりたいと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。それでは、さよなら。